ちょっとところどころ削って削られてね。明治32あ20違う。おお、うわあ。やばいな、ちょっと待って、もっと、もっと、もっとがいいですか。そうだな。はい、というわけで2021年始まりました。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。これ一発目ということで、そうですね、一発目ですよ。まあ、今年もね、もう一発目からね、なってますけど。皆様、明けましておめでとうございます。今回の舞台となる場所は、かつて物資の運搬に用いられた、高瀬船の拠点の一つで、町史によると、昭和の初めまで残っていたという。現在では、訳があって、完全に消滅し、付近まで到達できるかはわからない情報となっているという。廃村に行きます。まあ、以前もね、行ったんですけど、このシーズンになると、やっぱり、草木が枯れて歩きやすいかなと思って、発見、まあ、村とかも発見しやすいかなと思って、改めて行こうかなと思ったんですけど、結構道が綺麗、ね、綺麗になって、なんかまた別のね一面も見れるかもしれない、ね、そうそうそう、こういう感じでね、寄せてね、じゃあ今日は始めようかなと思います。廃村までの道のりとは、明治の終わり頃まで栄えた村とされるが、近年ではほぼ人の出入りは全くなく、家屋などは完全に痕跡がなくなっている。林業の関係で周辺までは道が最低限整備されている。昔村人が通ったとされる小道を発見。あ、イノシシだね。イノシシがあるんです。慣れたものだが、足場がかなり悪い。連着ね。よっしゃ。野戦とか。先ほどの小道は、イノシシが作った道であり、元の道に戻ってしまった。これやね。あ、でもなんかその記念のやつ。記念の。
当主、当主って、まあ、この辺で偉かった人。ちょっとところどころ削られ、ちょっと、見えないところもあるんですけどね。せっかくなので、早雲朝太郎の塚の周りの草を刈る。だいぶ綺麗になったね。うん、だいぶ広くなった。廃村へと続く川には、昔どこにでもいた魚の姿があった。そこにあったのは、明治の終わり頃までに亡くなった村の住人たちの墓地だった。うわ、ここにお地蔵さんがある。釈迦みたいな。うわぁ。なんて書いてある。明治20分かった、うん、長いですね。首なし地蔵が、こんなところに、ね、あ、違う、これだ。おうわぁ、これ戻してあげた方がいいですよね。そうだね、いい。明治にはあったとされるお地蔵さんの首が劣化により落ちていた。受け取ってあげて。結構こっちもグラグラしてる。ああ、そうだね。すいません、ちょっと、はい、ごめんなさい。結構重いな、多分。そうですね。いや、でもこれでよかったね。そうですね、ちょっと戻してあげたんでね、新年、はい、もしかしたらね、ずっと戻してもらえないかもしれないっていう、ね、感じで。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。え、あれ神社じゃない、あれ。ここから入れる。
本当だよ。うわうわこれ長いぞ。うわうわこれ長いぞ。やばい、鳥居が壊れちゃってました、ね、うわえ、どっちか神社がやばいんですけど、お寺がやばいんですけど。神社だね。これ神社ですよね。うん、ちょ、行こうか。いや怖いけど鳥居がブッダ、これあれですよ、多分清めのあれ。おお、そうだね。ここで盆踊りじゃないけど、うん、あ、これも行われます。何あるやつだね。この木を切った方がいいね。いいか。うん、あ、でもすぐ切れるこれ。まさかこんな感じになるとは思わなかった。これを向こうの奥からこっち側に。あ、はい、腕がこんなに入って、またこっちで、はい、はい、はい、オッケー、で、こう、あ、これ無理ですね。いいね。よし、さすが。なんか別のとこ。まあいいね。そんなに良くないの。神社かな、寺、神社やね。倒れて。なんかいる？誰か。誰かっていうか。多分お医者さんなんで。怖いですね、この人ね。向こうのことあんまないですけどね。入ってないね、もう。映してあるのかな、もしかしたら。うん。あんまこういうこと、こういうことないですけどね、僕ね。ないよな。怖いですね。あんまり僕ね、心理系ちょっと、なんか、今日強い方だと思ってます。ここ結構、嫌ですね。生きたね。生きたね。生きてますね。生きてますね。うん。最近、ちょっと前ぐらいなのかな。毎日食べるんですよ、これ。食べるの。美味しい。本当。食べてもいい。いいですよ。うん、いいね。食べてね。ゲーさんもどうぞ。いや、もうやめとくわ。もう、食べて、食べたことあるけど、いいなって。サンジのやつ。本当サンジのやつですよね。ないかな。行く。久しぶりに食べましたね、本当に。小学校ぶりですよ、本当に。小学校山なんて結構山で遊んでたりしたんで。あの鳥取田舎なんで。全然行ってもらえなかった。え、ああ道がなんかちょっと悪くなって。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした今日は。いや今日疲れましたね。やっぱ4時間ぐらい歩いてますねこれね。そうだね、山入ったりね。山あり谷ありっていう、すごいね、いいことをしたりね。すごかったね。あのなんだろう、お地蔵、はい、お地蔵さんが、あれお地蔵さんでいいのかな、なんか釈迦みたいな、仏様みたいな、ね、仏様ね。だって普通お墓のところにないですもんね、お地蔵さんなんてね、見たことないんで、うん、でそれ首がもげて、はい、何体をもげてって一体は見つけたけど、はい、ね、首なし地蔵状態でしたね。で
廃神社みたいな、はい、あそこ本当に僕怖いとかあんま言わないんですけど心霊スポットでもね、うん、なんかじゃないですか、結構ギルさん一緒に行ってなんかふーみたいな感じで行くじゃないですか、うん、あそこはちょっと嫌な感じしましたね、本当にね、重かったね、重かったですね、なんかふってくぐった瞬間ね、なんかちょっとねやばいなと思って、ちょっとワープした感じ、なんかちょっとね、違う場所になんか祠とかは何もなかったんですけど、うん、結構やばい、これ夜とかに来たら多分僕行けないです、絶対怖いよね、絶対行けないです、行けないです、ね、動物多いし、これ熊、熊もいるらしいからね、怖いですね、熊とか、うん、イノシシの跡とかいっぱいありましたもん、ね、うん、この辺とかね、というわけで終わりましょうか、そうですね、まあいいねスタートとしてはもう申し分ない、本当にね、どこから撮れたんだよ、こんな始まりでいいのかみたいな、なんか黒いっていうか、もうこんな神殿みたいな廃墟で大丈夫かなと思うけど、まあそれいうことなんでしょう、スピチューブは、そうだあのスピチューブのね、味が今日はもうほんま新年一発力使ったなっていうか、本当ね、疲れましたね、うわ帰りましょうか、帰りましょう、はい、2021年もよろしくお願いします、はい、それではまた、よろしくお願いします、はい。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。